イルマ、何をする気かわからないけど、あの金属製のおバカさんが傷つかないように気をつけて。ほい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 、このニックか、ニックに惚れてんのか。ドクターアーマルマル、異例的な訪問じゃないんですか。ケロッグの記憶について。助けてほしいの、ドクター。ケロッグという男から記憶を取り出したいんだけど、奴は死んでる。奇跡を頼んでいるのは承知しているアーマル。だが以前にも不可能をやってのけたよな。二人とも頭がおかしいの。死体の冒涜を依頼していることを別にしても、記憶シミュレーターを機能させるには無傷の生きている脳が必要だってことは分かってるわよね。助けてほしい。お願い、これをできるのはドクターだけだって聞いている。この死んだ脳にはインスティチュートの知識が詰まってるんだ。あまり連邦最大の科学の秘密がそっちにも必要だろうし、こっちも必要としている。分かった、見てみましょう。でも保証はできない。もう持ってきているの。ほらどうぞ。見つけられたのはこれなの。これは何？脳じゃない。これは待って、なんだあれ。それは海馬ね。そしてそれにくっついているこれは神経インターフェース。この回路は恐ろしく見覚えがある。驚かないわ。今まで見たインスティチュートのテクノロジーはどれも似たような構造だから。うん、やって、ドクター。ミスター・バレンタインは古い世代の人造人間よ。だけどインスティチュートのテクノロジーはそこから変わらない。彼に脳を移植できるはず。でもものすごいリスクよ。彼の脳に別なものを接続する話なんだから。心配しないでくれ、アーマリー。どうせ保証期間はずっと前に過ぎているんだから。ニックに感謝。感謝するわ、ニック。息子が見つかったら感謝してくれよな。いいぞ、さあやろう。おう、いいやつじゃん。ミスターバレンタイン、腰をかけて。年寄りでゴマ塩頭の傭兵みたいにまくし立てたら俺を止めてくれ、いいか。さてと。で、どうすんだ。ん、話しかけんのかな。ちょいちょいケイト邪魔。話せない。お、ちょっと見ようか。ミスターバレンタイン、ずっと話していてほしいの。認識機能のわずかな変化が危険になりうるから。どう、何か違う感覚がある。チカチカする、動かなくなった。どういうことかさっぱりわからない、ドクター。これを恐れていたの。記憶の痕跡が高度化されている。インスティチュートの最後の安全装置によって移植された記憶にロックがかかった。解除方法は？そのロックを解除する方法を教えて、ドクター。待って、一人の心では暗号が強すぎる。でも、もし二人の心を使ったら、あなたもミスター・バレンタインのメモリーラウンジに読み込ませる。あなたの認識機能を並行して走らせるわけ。彼はホストとして機能し、その間にあなたの意識が何であれ見つかった記憶を通り抜ける。うん、なんかよくわかんないけどやろう。よし、始めよう。そこに座って、そして指をクロスさせて祈ってね。向こう側で会おう。メモリーラウンジに座る。これ、これか。あ、これ拾える、やった。ちょっとさっきからずっと気になってたね。え、ここも取れるじゃん。やった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 、やったやった。え、これも、お、素晴らしい。お、あ、なんでホラテープかい。まあ、やったやった。なんでここは手に入れていいんだ。ちょっと待ってくれ、こんないいアイテムを。よし、オッケー。で、これに座るんだね。おお、何が起こるんだろう。移植の
ホスト間が脳配線開始。移植脳から記憶活動の信号が出ている。弱いけれどそこにある。見つけられた中で一番強い記憶をあなたに読み込ませる。発展しないかも。待って。この BGM いつまで鳴ってんだろうね。聞こえる？よかった。シミュレーションがうまくいきそう。記憶はかなり断片的だけど。なんだこれ。ケロッグの記憶を探る。これから無傷の記憶に踏み込んでもらうわ。インスティチュートの場所につながる手がかりが見つかるといいんだけど。え？どうすればいいの？なんか伸びていく。これが見つけられた最初の無傷の記憶よ。辿っていけばいいのかな。あ、なんかある。自分？あの頃はそれぐらいバカだった。世界の仕組みの一体何を知っていたのか忘れないで。母さんはどういうことか分かっていた。体験することになる。だから最初は混乱するかもしれない。母さんなりのやり方で愛してくれた。そして親父から守ってくれた。その代償は何度かの殴打では済まなかった。家を出てから母さんがどうなったかは知らなかった。知りたくなかった。その時はおやじは酔っているか家にいないかどちらかだった。どこかのレーダーのギャングと行動を共にしていたんだろう。だが本当は何をしているのか知ることはなかった。なぜ母さんがあいつと一緒だったのかわからない。どうしようもないろくでなしでなかった時期もあるんだろう。なんかよくわかんないけど、ケロ君か。これは探しているものとは違うみたい。あ、そういうことか。関係なかったね。この無傷の記憶は時系列で言うと今あなたがいるところに近いみたい。ほら、自分。それを試してみて。幸福について言えるのは失って初めて幸福だったと気づくことだ。言い換えれば自分たちが幸福だと思うことはあるかもしれない。だけど本気で信じてはいないんだ。些細なたわごと、次の仕事、何でもいいから集中するんだ。幸福がどんな感じか本当に理解するのは振り返ってみて、その後に待ち受けているものと比較するときだけだ。大丈夫だ、そのうちわかる。でもここには知り合いもいないし、今は赤ちゃんもいるのよ。ようやく装備一式のついたまともな職に就いたんだ。近頃の NGR じゃ間違いないで言ってるわけじゃない。ただこの人たち自分がやってることわかってるの？なんていうか世間知らずよね。だからそういうところに入ってしまったんだ。まあ待ってくれ。数年以内に自分の仲間を率いるから、必要なつながりができ次第。そうすれば欲しいものは何でもやるよ。今まで一度も心配したことはなかった。可愛いメアリーにも母性本能が目覚めちゃったんだわ。そんなもの関係ないよ。あの子によくしてるじゃないか。それに心配する必要はない。仕事のほとんどは社員の警備だ。こわもてに見せて立っているのが。その仕事だったらぴったりの人間を見つけたね。いいか。長いの会話は素晴らしいものになる。10、分かるだろう。この仕事がお前とメアリーを守り続けるんだ。約束。分かってる、コニー。ここで本当に幸せになるんだね。その通り。見てろよ。大丈夫、赤ん坊は俺が見る。このまま続けましょう。次の無傷の記憶につなげるわね。
会話ちゃんと最後まで見なきゃいけないっぽいね。すごいね、なんだこの地面。うわ、最後はどうなると思ってんだケロ君。ケロ君いないじゃん相手には何をしても構わない、仕返しをされることはないとでも思っていたのか。試してほしい新しい記憶が見つかった。知っての通りだよ、彼らは悲惨に死んでいた。そしてお前はいなかった、何の役にも立たなかった。ん？何してんだ？消えた？繰り返してんじゃん。繰り返してんじゃん。座っても構わないか。好きにしてくれ。どこに行こうが構わなかった。ほとんどは東をさまようことになった。多分サンフランシスコからできるだけ遠くへ行きたかったんだろう。その通りだ。仕事が終わったら支払う。それでいいか。そうしたいならそれでいい。で、誰に死んでもらいたいんだ。実はこういう話なんだ。あの家族は小川をずっと下ったところに住んでいて。だんだん近づいているみたい。次のを試して。人いなくなった。だんだん記憶が近づいていくんだね。あの頃、これはどこだ。アウトを決めてくれて嬉しいわ。あんたはインスティチュートの人間なんだ。本当にいるのか、この目で確かめたかった。ご覧の通り生きてますよ。何の用だ。最近ここの仕事に対してかなり破壊的なのが目に余って、やめてもらいたいのです。金をもらって頼まれたことをしているだけだ。それが問題っていうなら解決法は一つだけだ。で、それは何ミスターケロ君。あんたらが依頼人になれば問題はなくなる。聞いたところでは金の余裕はあるようだし。現在の状況をよく理解していないみたいだけど。いや、理解していると思う。いいでしょう。 D748 起動。わあわあ、飛ばしてる。もうケログ強いじゃん。強いな、ケログ。驚いた。それなら話し合うべき案件があるかもしれないわ。近づいている感じ。このうちの一つが何かを教えてくれるはず。強いな、ケロ。残っていない。あ、ほとんど無傷に見えるのが一つある。今接続する。これはボルト。ボルトのコンピューターはまだ動いてる。いいぞ。確か自分いた。まあまあ、見つけてくれ。ポット番号 C6、 いた。突き当たり近くのホールだ。記録め。で、どうすんだ。こいつだな。うちかたまってるけど。じゃあバレてるよ。開けてくれ。